他のセミナーある、106回目だったかなと、本日も、こちら渡辺尚史先生、馬淵武蔵大使、こちらの共著日本の敵、2014年ですかね、飛鳥新社ですかね、これは非常に面白い著書なので読んでください。ロシア革命から日米戦争へ反動を誤った日本人、続きです。ちょっとカメラアングルも変えたので、どんな感じでなるのかわからないんですけど、まあよろしく。馬淵武蔵、ではアメリカとイギリスの金融資本家は何を狙っていたのでしょうか。例えば日露戦争ではアメリカの国際銀行勲労商会の共同経営者であったヤコブシフというユダヤ人銀行家が日本の戦時国債を買い上げてくれたおかげで戦費が調達できたということはよく知られています。戦争後日本政府から勲章をもらえたほどでした。しかし負ける可能性が高かった日本の国債をなぜ購入してくれたのでしょう。シフたち国際銀行家にはユダヤ人迫害を続ける帝政ロシアで革命を起こしロマノフ王朝を打倒するという目的があったと考えます。日本はその駒として選ばれた。実際日露戦争後、ロシアの国内情勢は混乱し、同和し革命と突き進んでいく。渡辺尚一、日露戦争の時高橋是清がロンドンへ資金調達に行ったけれども半分しか金が集まらない。ところがある銀行家のパーティーで隣にヤコブシフが座っていて事情を話したら、ロシアでは同胞がやられている、お前の国が戦っているなら俺がその半分を引き受けようと。それでアメリカのユダヤ人社会が金を出すことにした。これは日本にとって幸運でした。良好な関係を穏やかに続けるべきだったと思います。ところが226事件で高橋是清が暗殺され、日本でユダヤ財閥と一番太いパイプを持っていた人物が殺されてしまう。これでアメリカ政府の働きかけて日本への石油禁輸措置を止められるつてを失ってしまった。まあ、要は ABCD 法要ですね。石油をもらうのをつてを止められるつてを失ってしまったことが痛かったと。シフにとって、ヤコブシフにとって日本はユダヤ人を迫害したことがない国だと認識していたのは重要です。シナ進出のために日本を多少邪魔だと思うことはあるけれども、敵視することはなかった。日本もその点をもっと主張できたはずです。私が一家でスコットランド、エディンバラに住んだ時、ユダヤ人の家主とお茶を飲んでいたら、この前の戦争中に日本人はユダヤ人の財産に指一本触れなかったそうだなという。これがユダヤ人の共通認識ですから大いに利用しない手はないでしょう。今ではそんなことを知らないユダヤ人も大勢いる。だから、今日の日本と安倍内閣に対する悪意を持った攻撃を止めるためにも国際世論に対して正しい事実を発信しなければならない。特に不思議なのは東京裁判で日本がユダヤ人を守った事実を誰も主張しなかったことです。オトポール事件で満州に2万人のユダヤ人を受け入れた時の関東軍参謀長が東条英機です。1938年3月ナチスの迫害を逃れてシベリア鉄道経由で満州国境でまで来た2万人のユダヤ人難民はソ連が入国を認めないので零下数十度の極寒の中、ソ連満州国境のオトポール駅で、野宿生活、今でいう難民キャンプのような厳しい状況に置かれていた。東条英機参謀長の許可で満州国通過ビザを発給しハルビンや上海へ移動する特別救助列車を当時の満鉄総裁の松岡洋介が手配し、くしくも生き延びることができたのです。それなのに彼の弁護に一言もユダヤ人のことが出なかった。
オトポールでのユダヤ難民救済に対し、ドイツ政府は日本政府に抗議してきました。そこで1938年12月、近衛内閣の御所会議、内閣総理大臣、陸軍大臣、海軍大臣、大蔵大臣、外務大臣による国策決定会議、御所会議ですね。で、板垣征四郎首相、陸相は、日本、満州、中国大陸におけるユダヤ人政策、ユダヤ人対策要綱を決定しました。三国同盟を結んでいたドイツから要請を断って、我が国は八方一隅の精神だから特定の民族を差別することはできないと。満州や上海に逃げ込んだユダヤ人、鶴ヶ湾に上陸したユダヤ人を助けたのです。当時、政府決定でユダヤ人を差別しないと定めた国はなかった。なぜこのことを日本は宣伝しなかったのか、弁護人も言わなかったため、板垣征四郎は東京裁判で絞首刑になります。馬淵睦夫、それを主張すれば、東京裁判は成り立たなかったでしょう。渡辺正一、東京裁判をぶっ壊す度胸が必要でした。東京裁判はニューベルク裁判のコピーです。ニューベルク裁判はユダヤ人虐殺を裁くための裁判。それなのに東京裁判はユダヤ人を助けた連中を裁いたわけですから。とんでもない。この問題は全然古くなっていません。世界に発信し続けなければいけないと思っています。馬淵睦夫、重要なご指摘です。今、八方一隅のお話がありました。例えば、日清日露戦争の結果、日本は韓国や台湾を植民地支配したと言われていますが、事実は違います。日本は持ち出しまでして資本を投下し、収支は赤字でした。日本はなぜ搾取が当たり前だった帝国主義植民地時代にあのように両国を育て上げたのか。関心を持って日本精神の源流を調べると、古事記の昔にまで遡ることができます。戦前によく知られた天上無休の進捗で、豊足原の瑞穂の国、行きて知らせとある。先生もご存知の通り、知らせるの意味は、単に鎮圧して支配するだけではなく、その国の産業を起こし、栄えさせ、国全体をまとめていくこと、その精神がずっと生きていたから、台湾を割譲され、韓国をやむを得ずが、併合した際に知らせようと反映させなければならないと日本人は考えた。ですから欧米の植民地主義者のように原住民をただ、試薬して搾取するようなことはしなかったのでしょう。渡辺正一、植民地という言葉を使ってはいけません。植民地化を英語でコロナイゼーションと言います。文明の劣ったところに行き、収奪、搾取するという意味です。日韓併合はあくまでもアネクセーション、合併ですね、でした。合併先の生活レベルを上げようとした。日本人は、韓国の生活レベルを上げようとした。例えば、イングランドとスコットランドが、合併した時に、当時のイギリス人がスコットランドを搾取しようとは思わなかったのと同じです。併合の翌年、1911年に出たブルタニカ百科事典第11版では、日韓併合にアネクネーションという言葉を使っています。つまりイギリスが言っていると。当時のイギリスでは日韓併合はアネクネーションでありコロナイゼーションではなかったんです。馬淵睦夫、日本の左翼のほとんどが歴史教科書は未だに植民地化と言っている。渡辺正一、戦前はすべて日韓併合アネクネーションです。馬淵睦夫、悪名高い村山談話が過去の一時期国策を誤り植民地支配したと言っていましたが、全く誤った歴史認識です。渡辺正一、西洋のことだけ勉強した連中がそういう発想になるわけです。今おっしゃったしらすを我々はもっと分かりやすく発酵一隅という言葉ができるあれは神武天皇即位の言葉で、発酵全世界においてうとなす、家となす、またよろしからずや。当時の日本列島にはいろいろな民族がいました。
それを皇室を中心にしたい、いわゆる大和民族が征服していく。同じ屋根の下にいる。祀らぬ者を懲らしめるが、一緒に祀るならば共存できる。田舎の神社に行けば、古事記に出ていない名前の神々が並んでいます。大和民族が祀る神を祀りさえすれば、お前たちの神を祀ってもいいということなんです。馬淵睦夫、神々の共存が行われてきたわけですね。渡辺正一、だから八百万の神々になる。その精神が脈々と生きていたからこそ、ユダヤ人を迫害してくれというナチスドイツの要請を拒否する際に、板垣征四郎が八紘一宇という言葉を使った。この精神は今でも日本人に生きているはずです。馬淵睦夫、おっしゃる通り、私も今なお健在だと思いますので、それを今日の言葉に変えて発信する。最初に議論した日本の従軍慰安婦とか南京大虐殺はマイナスの評価をゼロにする話でしたが、それをプラスに転じるような発信を行う必要があるでしょう。渡辺正一、ですから日本のユダヤ人政策の理念と実績を徹底的に宣伝しなければいけない。馬淵睦夫、ところが日本人の多くにはそういう発想がない。ユダヤと実際は関わりがあったのに関わりがないと思ってきた世界でも稀な民族です。反ユダヤ主義は八紘一宇の日本には存在しません。現代のユダヤ人はそのことを知りませんから、日本には当然反ユダヤ主義があるはずだと誤解している。日本の反ユダヤ勢力を潰すにはナショナリズム、民族主義を潰さなければならないとユダヤ人は考えています。戦前の歴史に関心を持って当時の文献を読んでもユダヤ人への言及はありません。当時ユダヤ人の持つ力に注目した日本人がほとんどいなかったということです。特に政治家の間で関心が薄かったのは致命的でした。人種平等の精神でユダヤ人を受け入れた時、ユダヤ系金融が世界に隠然たる力を持っていることを日本人はどれだけ国際政治の問題として認識していたでしょうか。おそらくここがポイントで、日本人は気づかなかったのです。先に述べた蒋介石と A 一族のバックに殺寸財閥や欧米金融資本がいたのを日本側が見抜いていれば、支那事変の対策も少しは違ったはずです。国民政府の反日工作に対してもっと洗練された対応ができたでしょう。渡辺正一先生がおっしゃる通り、ヤコブ・シフが助けてくれた本当の意味が分からなかった。高橋惟幾は分かっていたけれども、他に分かる人がいなかったから暗殺されてしまった。渡辺正一、実感として分からなかったんですね。馬淵睦夫、それが桂ハリマン協定の破棄にもつながる。1905年アメリカの鉄道王エドワード・ハリマンが来日し、満州における鉄道事業の共同経営の提案をした。10月に、桂太郎内閣は仮条約に調印しましたが、ポーツマス条約調印から帰ってきた小村寿太郎外相が、強く反対し仮条約を破棄させた。ハリマンはユダヤ系ではないとされますが、彼の背後にはアメリカのユダヤ系財閥が控えているわけですから同類です。ハリマンは世界一周鉄道を作る事業計画を持っていました。ユーラシア大陸を横断し船を使ってアメリカまで帰ることができる構想に満鉄を欠かせなかった。ユダヤ世界は同時にロシアで敷いてあげられている同胞を救うため、シベリア鉄道から満鉄を通って逃すという発想も秘めていたはずです。しかしそういう発想でビジネスとユダヤ世界を結びつけることができない日本政府と小村寿太郎は拒絶してしまいました。その理由はいろいろ言われています。せっかく日露戦争で苦労して得た戦利品ですから、ハリマンと分けるのは国民に申し訳ないということ。もう一つは、当時小村寿太郎とモルガン財閥との間で話がついていて、鉄道の車両や線路の資材をモルガン商会から買うことになっていたという話がある。それが事実だとすると小村の動機は複雑になってくるのですが、いずれにしてもハリマンが本当に何をしたかったのか十分に理解できていなかったと言えます。渡辺正一、時
ところが明治維新の元君たちは直感的にハリマンの提案をいい考えだと言いました。井上馨や伊藤博文、渋沢栄一らはハリマンと組んでいいと判断しました。だから仮条約まで進んだのです。日露戦争で金を使い果たし、日本が軍事的に支配できているのは南満州だけ。北にはロシアの大軍がいる。これらの条件を勘案すれば、満州の鉄道経営を日本だけでやろうとするのは無理があり、アメリカを入れておいた方がいいと考えた。元君たちはまだ日本が弱体で国の手を成していない頃に外国を見ていますから、日本帝国が成立して以降のことしか知らない人とは違う率直な見方ができた。あの時仮条約を取り消したことが決定的でした。アメリカを敵に回す羽目となったのですから。馬淵武蔵、ハリマンを、袖にしたことがアメリカとの戦争につながるわけですね。1905年にポーツマス条約で日露戦争の平和仲介をしたアメリカは、わずか2年後の1907年に対日戦争計画オレンジプランの、策定を開始します。次の戦争相手を日本に定め、準備を取り掛かった。渡辺正一、ペリー艦隊を派遣して日本を開国された頃から、アメリカの真の狙いはシナ進出にありました。独立以前からアメリカとはシナと密接な交流、交易を行っていた。東海岸から南大西洋、喜望峰を回ってインド洋、南シナ海に進むルートでしたが、この要衝はすべてオランダやイギリスに抑えられています。しかし、カリフォルニアとシナを結ぶ海域は、日本や太平洋島の、要衝はまだ手につかずでした。そこにハワイや日本、小笠原や沖縄に進出しようとしたわけです。東から西へ国土を拡張し、太平洋に到達したアメリカにとって、次に向かうべき目標はシナ大陸であり、日本はその中継地に過ぎません。西へ向かう自分たちの運命、マニフェストディスティニーの次の目的地と感じていた中国には、日露戦争の結果、中継地のはずの日本が立ちはだかった。当時アメリカは太平洋に艦隊を置いていませんから、強力な日本海軍がある限りシナ大陸にたどり着けず、マニフェストディスティニーも終了です。だから仮想敵国とされた、入りたいのに入れない鬱積した思いがあり、さらに日本がアメリカ中西部の、大洋屋に、屈すべき満州の大地を手に入れたとなれば、嫉妬で反日感情が燃え上がっても不思議ではありません。日本への憎悪と恐怖に基づいた反日運動が頻発、最終的には1924年に日本移民を禁止する連邦法、絶対的排日移民法が成立し、日米の対立は決定的になりますと。まあそんな感じで、それではまた続きをどうぞ。